フォーマンシー・グアルディオラ監督レアル第2戦はちょっとしたアイデアは歩きた。この結果は第2戦に向けて怖いものになるか？グアルディオラ監督、我々は前半良かったが、ゴールを決めるためのアグレッシブさが足りなかったので、第2戦で少し調整したいと思っている。震えろ。ちょっとしたアイデアはある。ホームでの第2戦で悲願へ。奇策くるー。じゃあ。奇策宣言しつつ奇策しないブラフなら有能ふさふさディオラだけどどうなることやら。またもややらかす予感しかしねえ。ペップも行き着いた答えは個人技サッカーだな。グアルディオラのサッカーなんて個人の能力でデュエルで勝ちを重ねていくことが前提なんで、最初からトップタレントありきだよ。ポゼッションに対する変質的なこだわりはここ数年で捨ててるから、グアルディオラなりに成長と変化はしている。次はマフレズ使ってくんじゃないの。これはシテファンが一番怖いやつ笑い。試したくて仕方ない戦術を試したりしているときは世界で一番エキサイティングしてそう笑い。